向こう。お茶取ってきます。向こう大丈夫か。よいしょ。お、よいしょ。ああ指か。どこにもどこにもスイートしてないから。よいしょ。ライブ配信できてますか。あれ、ライブ配信できてますか。どっち見ればいいか分かんない。あー、パパラちゃん、いつもコメントありがとうございます。あ、わかった。携帯が反対になってるから、なんかこっち向いてておかしいんだ。ちょっと待ってね。でもこれは反対に、画面の向きがどこか、デバイスを元に戻してください。そうですか、そうですか。アイちゃん、ヤッホー。あ、そっか、こう見たらそっかさ、そうなるんだ。これなんかこの携帯反対に始めちゃったからさ、目を向く方がさ違うんだよ。ストロベリージャムちゃん、ありがとう。アイちゃん、ヤッホー、初めまして。アイちゃんウーバーイーツだった。たまたま YouTube 見てたら配信、おう、ありがとうございます。もうなんかゲリラ配信です。こんばんは、今日もかわいい、ありがとう。私ね、かき氷を手に入れたんですよ。久々に生配信、生配信自体全然やってなくて、7月待つということで、ありがとうございます。わけけとけ、あと3分でつけただけです。え、そうなの、かわいそう。しょしょ、なんかこっちもこっち向くとじゃん。なんか昨日話してたらシャバシャバになってしまった。もっともっこりしてたんだけど、わ、服にこぼしたんだけど、最悪。この服お気に入りすぎてさ、洗濯してさ3日間着てる。トブリノスキーの服、ソロになってますます輝いてますね。でも物欲は全然私のあれには関係ないんですけど、今度とか、まあ、Twitter とか見てくださってる方は分かると思うんですけど、トブリノスキーさんがぽっちゃりアイドルを作るんですね。でそれの特別審査員をするので、よかったら皆さんそっちの方も注目して見てくださってると嬉しいです。もうどっち向けばいい。なんか、ね、携帯を反対にしちゃったんだよね、私が起きやすいと思って。そしたらなんかね、ここのコメントを見るとなんかすごい変な方向向いてる人みたいに見えるんだよ。多分こっち向けばね、でもそうなんだけど、でもコメントここに出てるんだよ。どうする、コメント反転とかできないのかな。できないか、すいません。そうそう、今日もかわいいです。あいちゃん、ありがとう。アイちゃんに可愛いって言われると嬉しい。最初信じてなかったけど、面白く悩んでます。待ってます。最初信じてなかったから、だってさ、アイちゃんみたいな可愛い子がさ、私のこと可愛いって言うわけないじゃんってなんか勝手に思ってた。いただきます。もう汗だくすぎてやばい。いただきます。おいしい、美味しそう。暑い日はそう間に合った。さっきお祭りいいね。今日お祭りやってるとこいっぱいある。信じて、そう信じなかった。私絶対そんなことないと。でも愛ちゃんは本当だっていうのがいっぱいあって分かった。いのりん大好き、ありがとうございます。ちなみにね、ふまらちゃん、ありがとう。ナイスパ、今日も可愛い。いのりん大好きだよ、ありがとうございます。ふまらちゃん熱い、なんちゃん可愛いです、ありがとう。てかそう、この辺のさ気温はどっかで下げれるのかな。あった、25度だ。それ暑いわね。ちょっと下げるわ。ちょっとね、ここのね、ちょうど安定をね、こう壊さないように。いなりん、しな、ありがとう、しなちゃん。21度にしよう。そう。変な音が鳴るな。よいしょ。つまし、やっほー。なんか、ちょっといろいろ事情があって、大阪、明日の、あれもあってホテルに一人で泊まってるんですけど、ホテルのエントランスにコーヒーサービスとかき氷サービスがあって、それで生配信しようって急に思ったんですよね。なんか無料でアップグレードしてもらった。可愛いですね、ありがとう。犬にまいちゃんも可愛い。ちましい、ナイスパー、ありがとうございます。嬉しい、アイス。今日日焼け止め塗ったのに日焼けします。私もよく日焼けします。日焼け止め塗ってもね、焼けるときは焼ける。また来ます。おやすみ。ありがとう、アイちゃん。バイバイ。TikTok1 個目。ありがとう。今はね、ちょっとあれなんだけど、ポーラのやつ使ってます。
ポール。犬に髪も切るつやつやで水分たっぷり。いや私はね湿気とか汗かくとねやばいんですよ。こんばんは久々ありがとう。何味のかき氷好きですか。うん、なんかメロンとブルーハワイ3色置いてて10時までですって言われて、もう10時過ぎてたんだけどやったの全然できなくて、ずっとピアスをくれなくて、全然全然ありがとうゆきひろちゃん。したらなんかパッてこうメロンとブルーハワイ3色見て、私が選んだのはなんだっけ、いちご。結構ないよ。飲むわ。可愛くない、なんかこの部屋。女の子になんか向けた部屋らしくて、みんなに可愛い、ありがとう。このなんていうの、普通に予約してた部屋はなんか普通のなんか大人っぽい部屋だったんだけど、大人っぽい部屋、なんかなんていうの、ドレッサーがある女の子の部屋に変えてくれた。なんか風呂も広くて、ドレッサーがあるんでこっちの方がお化粧しやすいと思いますって言われて、ありがてえと思って。ホテルの部屋なのカーテンとかソファーも、そうなの、なんかめっちゃで背景が可愛いから配信しようと思って、めっちゃいつも返しね、ありがとう、嬉しい。でかき氷も食べれてさ、すごくない、ホテルの部屋のすごいよね。なんかバリアフリーの部屋なのかな、なんか風呂がすごいね。明日楽しみ、明日は大阪でチキ会なんです。だから今大阪にいるんです。稲荷こんばんは、こんばんは。そう、うん、山ちゃんラブ。下ベロいちご色になりますか。どうなんだろう、もういちごだったら赤だからあんま分かんなさそう。マックの新作はねまだ食べてないです。あのね、27日も予報が低くから28も生配信があって関西に来てたので全然食べてないです。また帰ったら食べます、東京に。でもね、私的にはね、夏のハワイのやつはハッシュドポテトのやつをソース抜いてケチャップ入れて食べるのが一番美味しくって、ガーリックシュリンプは去年かな食べたんですけど、あんま好みじゃなかった。だからロコモコは味の想像がつくかなって感じ。かき氷高いよね。泊まり終わったら教えるわ、明日以降。めっちゃ安いよ、ちなみに。大阪やっぱ氷、実家は夏限定でかき氷のやった。めっちゃいいじゃん、パイナップル、いいね。マック食べると私がマクドみたい。今帰宅して犬に涙すごい言おうとしますね。かき氷いいよね。エアコン、私も今21です。21度の部屋でかき氷を食べるデブ、頭キンキンする人。へえ、今の心してない、でもしてくると思う。顔少し黒だから。でもなんかこの首詰まってる服を着るとね首なく見えるけど、夏だからもうバテてんだよ、夏バテしてんだよ。ライトもないから、ランクもないよ、生配信。涼しさ、冷めたさ、最高。うん、もう今本当に暑くて、なんかあの今日昼アイドルのライブ見に行ってたんですけど、その前に荷物だけ預けて、結局チェックアウト帰ってこれたのが10この時間だったから、6時間ぐらい荷物預けっぱなしね。食べすぎてお腹ね。初めて生配信見ました、嬉しい。何かありがとう、おもちちゃん、嬉しい。こうもうなんか吹き返りですぐが練乳欲しい。
練乳があればもっと美味しい。決めなくなってきたから部屋はこんなに涼しくないけど冷たいよ。ちょっとなんか座りが安定しない。よいしょよいしょ。あ、ちょっとこけないように頑張れ頑張れ。いのりちゃんありがとう、久しぶり。今日も肌白くて可愛い、ありがとう。前髪が熱いの。回っとってる。顔でかだってキキラランさん。85キロあって顔がちっちゃいわけねえやろ。細くても顔でかい人いんのに。キキラランさんです。皆さん覚えてください。なんか可愛くかこむ。うん。でも寒いじゃない。暑いから。アイス2個食べてもゼロカロリーぐらいの。髪の毛になってる？大丈夫そう？冷たい。ここでかき氷食べるんだったら、さっきカステラ売ってたからカステラ買えばよかった。イノリの一番好きなアイス何？一番好きなアイスか。でも思い出に残ってるのはサーティワンの30周年か、サーティワンじゃない、ハーゲンダッツの30周年のローズと桜が一番好きでした。あとガリガリ君のガリガリ君リッチのプリンと、あとサーティワンのコットンキャンディーが本当に好きです。パッツン優勝してる、イエイうん、本当パッツンにしてからみんな褒めてくれるから、パッツンにしておかくなんかも、うん、なんかいちごが一番いちごシロップ、あ、じゃあ練乳に合うからいちごが好き。エレダの好みメモしとこしといて。アイスの趣味、なんか冷たくて顔じゃない、口がなんか麻痺ってる。アイス食べたくなった。食べやん、エレちゃんとサーティワン食べるかいな。食べたい。昨日もサーティワン食べた。今リンゴ飴の新作にハマってて、昨日は違う、昨日はサーティワンパーティーを食べたんだ。え、違う、サーティワンパーティーかを食べたんだ。今期のサーティワンは神、マジフレーバーどれも美味しい。うん、おいしい。やばい、ありがとう、ナイスパです。本当にありがとうございます。おぴよがいつもそうやって反応してくれるのが嬉しくて、これはおぴよだありがとうおぴよ、マジで本当に元気。今もう大阪ですか？え、もうだって3日前、え、3日前だ、2日前ぐらいか、そうからいますよ。イノリに会いたくなる、今日も美女が天才的。え、リスありがとう、会いたくなる美女ってこと今ちょうどアイスが冷凍庫に、それは悲しい。イノリン、ヤッホー、久しぶりです。久しぶりナイスパです。ナイスパありがとう、ナイスパ。わたかわおぷよソング、かき氷はいちご味が一番好き、うん、かな。今くらいの前下の、でもね、この前髪ってね、マジでね、寿命めっちゃ短い。
すぐ舐めるからまた切りに行かなきゃいけない。ウインクできないんだよ私。仲良しのチャーポンちゃんはウインクができるので、両目できるの。羨ましすぎる。うちはもうね、こっちだけしかできない。でもこうなる顔が、こっちはできないんだよね。動画、あ、そう、ネイル可愛いの思い出した。ネイル一緒に載せなきゃ。こっちはできるけど、でもなんか可愛くない、あんまり。ネイル可愛い、ネイル可愛いよね。久しぶりに来てもちゃんと名前でくれるね。ありがとうね、なたん、本当にいつも。こんばんは、秋のコスメ。秋のコスメ、なんか秋をあんまり楽しめない人ね。まあハロウィンは楽しめるけど、なんか冬服買っちゃう。ウィンク頑張ってね。できないんで。最近ハマってるものありますか？最近ハマってるもの、最近ハマってるもの、意外とウィンクできない。そう、できないよ。最近ハマってるもの、花火見てない。最近ハマってるもの、最近だよ、なんだろうね。なんか暑いからさ、サウナ行かなくなってきちゃったの。また冬に行く。んー、じゃあもらっぴょん。私はもう冬にしか無理。マジで暑い。本当に無理。なんでこんなに。え、TikTok 投稿したよ。何のやつ？さっき投稿したよ。ゆうくん入院中なの？こんばんは。PC つけたら配信してた。やっぱおー。なんかさ、こないださ、靴をさ、買っちゃってさ、もうダメなんだよ。なんか服もいっぱい持ってんのにさ、意外たんとお友達と恋話したりとかしますか？なんか友達の恋バナをする、友達と友達の恋バナをする。慢性胃腸炎に入院中。かわいそう。浴衣のやつ投稿してたっけ？いました、さっき。ふわふわかき氷でシャリシャリかき氷どっちが好き？ふわふわ。やから本当にもう本当にやだ、夏。なんで汗かくの人間って。うんちゃん、こんばんは、こんばんは。そうなの？多分ね、配信始まるね、30分前ぐらいかな、投稿したの。してない、したよね。もう一回。それはごめんだ。そう、さっきさ、コラボ動画出すってありますか？ないです。てるさん、今日も可愛い、ありがとう。明日は大阪なので、皆さん大阪で会える方はぜひチェキ会に遊びに来てくれると嬉しいです。なんとレアな人にも会います。最近好きになってしまうんですけど、それとです、年下、お金持ってたらかき氷いいな、食べたいけど1円でピエン。いえ、なるほどね。ね、アイドルの審査員です。みんな応募してね。キャワちゃんアイドルを作りましょう。明日は12時から3時、12時15分から3時45分まで、2時45分まで大阪で次回です。レアな人にも会えるので、ぜひ。投稿されてすぐ通知が待ちね。なんかよく難しいよね、 TikTok。 ゆかだのやつからチーカーチーハリーだもんね。そうそうだった。うんたまくく、うん、
ありがとう。そう、会ってからの楽しみです。来たら後悔しない。明日の敵口が豪華すぎてやばい。カチューシャはシーリンです。マーメイドの敵、アリエルのやつ、耳ついてるやつかな。冷たいんだよこれが。ベビーカステラ食べたくなってきた。あ、マーメイドのやつだね。明日も当たりじゃない。明日はまじ当たり率パないと思う。もうほぼほぼ当たり。もう夏祭りだもん。ヤモリ、昨日メンバーシップにあげたヤモリとか、そう、取ったあれも当たる。ある意味の夏祭りだね。会いたいのに会いに行けないから。ありがとう。頑張ってかき氷だね。むさ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 食べてるの私は。ほら、あと1週間ぐらいあるの。8月6日だったら長いね。入院したことないんですよ私。年間の調整暑い。マジで本当になんかもう急に、なんかいやすごいあるないからチキクジの箱仕掛けないから、もう入れるとこから見せてあげようか。味方玉ねぎ優勝すぎて。玉ねぎ可愛いよねあれ。縫い世界でめっちゃそうだよね。でもゆっくりドラマとか見る時間欲しい本当に。なんか最近マジで7月のなんか3週目からなんかすっごいバタバタしちゃって、まあ、全然何も追いつかないかったです。ね、聞いて。もうお腹鳴ってんだけど。ギュル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 って感じ。寝た1週間後で、じゃあ、なんだったら、うれしい。地球口の方がとても仕掛けないはずないよな。いや、ないから。何の仕掛けなん？昨日、駄菓子屋さんでね、このどんぐり飴買ったの。わかる？屋台とかにあるさ。でもこんなさ同じ味5個もいらないだろうって思ったんだけど。ゆうたん最近麺が変わったりしましたか？してないんだよ。それは全然してないんですよ。そう、あめちゃん、お祭りのあめちゃんです。じゃーん、チョコバナナとクリームソーダ。こういうの好きだったな。1個30円ぐらいでさ、アメちゃんをさ入れるやつなんだけど、わかりますか？こんなとこにさテープ貼っちゃったらさ、こう破れちゃったらさ、お砂糖出てくるよ。こんなとこにこんなとこにテープ貼っちゃったら、あ、来た。そう、チョコバナナ食べてみようかな。クリームソーダは味の想像がつくんだけどさ、チョコバナナの味の想像がつかない。じゃん、チョコバナナ食べたら大きくて喋れないかもしれない。本当になんか昔つい入れた CG150 ラムからだなって、こう最近見返した実物でも150、156あるけど、なんか思ってたよりちっちゃいってあることの方が多いです。アメちゃんかわいい。犬と戦いという方来て、イカ引きいいね。食べますね。ハクハ、いい。なんか一回前なんか上の歯が見えない。あ、さやかちゃんありがとうございます。いつも配信、いつもコメントありがとうございます。本当に。なんか上の歯あんのかみたいな TikTok で一回叩かれたことがあるんだけど、多分私本当に普通に喋ってるだけでも上の歯が見えないのよ。わかると思うんだけど。喋ってる時に上の歯が見えなくて、上の歯ってもうイーってやんないと見えないわけね。イーみたいな、ここまで引かないと見えないわけよ。
なんか口が本当にちっちゃくて、パンとかもなんか一口で食べれる、ここの可動域がめっちゃ狭いんですよ。だからこの飴を口の中に入れると多分すごいことになると思うから、予測そう、ほら、あらこな、どこに入れてもイカ焼きにはマヨネーズはつけてもつけなくてもなきれもいいかも。片方らくん、おかっこはむもかも、おいしい。かわいそうじゃない？ここでしたね。ただなんか顔のあれをバカにしてるんだと思う。明日って予約とか必要ですか？いらないね。12時15分から2時45分までの間に日本橋のビル、日本橋、近鉄日本橋の駅からもう徒歩5秒のビル、ラーメン屋のビルで階段だった今日見たら。明日の月会は入場無料ですよ。もうチェキだけ1枚でも取ってくれれば入場は無料なので、ははっ、チョコバナナ味美味しい。チョコバナナ嫌い。マジやばいよね、本当に。頭おかしいんだよ。こないだ言ったこと通じた？チョコバナナ味好きなの。あら、ネイルかわいい。ネイルかわいい。今日バナナ見てもネイルの声大好きで、ありがとう。本当にやばいと思う。こういうでかい飴食べたらこんなに出るの。引っかけないです。洗いのまま。見る？チェキくじ。マジで当たりだらけだから、みんなにチェキくじを、みんなにチェキくじを見せようの会をしよう。ちょっと待っとってな。ほんまと嫌いだけど、そう、そんな感じ。チョコバナナだ。薬指のネイル、どうなの。でかーん、物販紹介します。まずはじゃじゃーん、8月、ネットでは8月1日からバナナ感が濃すぎてぬるかったら飲めない、めっちゃキンキンだったら飲める、これがアクリルキーホルダーね。こちらは明日販売して余った分を8月1日から通販に出します。で、こちらは缶バッジです。オープニングに登場するこちらのあれと缶バッジセット。バナナは苦手です。本物は食べれない。これが再販のアクリルスタンドです。じゃ、これはメンバーシップで載せたんですけど、明日のチェキくじのあたり、アクキーと頑張ってほしい。嘘だろ、おい。かわいいでしょ。8月1日から通販でも販売するので、よかったら。じゃーん。これは明日のチェキくじの景品です。これも景品。あの、メンバーシップで載せた UFO キャッチャーの動画があるんですけど、それのやつ。もちちゃん久しぶりです。やつプレゼント、あとこれも、あの、射的じゃないわ、小判入れっていうのをやった動画をメンバーシップにあげたんですけど、それで撮った豚のやつにサイン入れます。こちらは私が、あの、おやつです。ファンの方にいただきました。これは射的で私が落としたやつで、これも明日の景品です。はい、それではチェキくじの中身を見ていきましょう。ないです。アクリルと会場全然リメイドも取れてない。そうなの、そう、台紙かわいいよね、ほんと当たりまみれだから見て。はい、まずこれ、ちょっと当たりとこの数を数える、ほうき、当たりじゃない、
今度当たり、ほら見てマジで当たり率やばいから、当たり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 、みのりちゃんと400キッチャーしたいです、当たりしたじゃん、当たり当たりじゃない、赤い赤い赤い、あー、さとしさんありがとう、明日ね会えるの楽しみ待ってます、ありがとう、当たり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 じゃない、当たり当たりじゃない、当たり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 じゃない、当たりじゃない、当たり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 じゃない、またしたい、またやろう、当たりじゃない、あ、じゃあ当たり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 じゃない、当たりじゃない、当たりじゃない、当たり当たりじゃない、当たりじゃない、当たり当たり、千葉は行かないかな、枚数当たりの割合出しちゃう、枚数記録して当たりの割合、確かに当たりじゃない、ちょっと増やそうかな明日当たりじゃない、当たり当たり、あと心全部当たり、やばくない、ここ全部当たり、なんの明日のイベントで出すチェキくじの当たりの割合を言ってたんですよ、みんなが当たらないって言うから、当たるんだよ、増やすとか言って、当たりがいっぱい入ってるのに仕掛けがあるから手のイメージ、仕掛けとかないから、マジ明日みんなの目の前でいるよ、もう絶対次ピザポテトが来た時も絶対目の前で全部一枚一枚やるからね、ハズレ、ハズレはただのチェキです、でも1枚500円なので、言ったら当たりが多いんだよ、こんなにさ、これはただでも可愛いの、可愛いやつを何もない、ハズレハズレじゃないけどね、別に当たればラッキーだよって感じなんだけど、こういうね浴衣だったりとかこういうのとかね、で全然普通にこういうのが入ってます、これ漏れたんだよ、これもいい、そうくじだから、で明日はこの中で見て、この私の当たりの枚数、じゃじゃーん、みんなお迎えしてあげてください、これがヤモリ1匹とか30秒動画撮っていいよとか、またいつか犬コンサートでね、ぜひアクキーあげるよとかなんとかあげるよとか投げキスするよとか、なんもないただの可愛いデコのやつもあれば、このヤモリ1匹、このアニマルプレゼント、普通にめっちゃ可愛いショットの時期が、そうこれはね、犬がついたら全部当たりやん、ありがとう、そうとか、なんかもう普通にただこうデコってるだけのやつとか、あとなんかちょっとブレてて1枚では出せないやつとか、もう1枚引いてねみたいな、これもブレてるからもう1枚引いてねみたいな、これもプーさんのやつだね、プーさんの柄のやつもブレたからもう1枚引いてねと、あとこれはね1枚余っちゃうんですよ、なんかうん、いろいろあるんで、ぜひ、マジで何の仕組みもないからよ、この箱に一体何を仕組めるんだよ、100均のこの箱に、うん、このまま持っていくから明日もう一枚引いてね、逆に欲しい、どうやって書かれてても嬉しかったよ、よかった、確かにもう一枚引いてねはちょっとブレてるけど、さすがにこれ1枚でちょっと料金を取ってしまうのはって感じなんだけど、いっぱいあるのでぜひお迎えしてあげてください、あ、ちなみにチェキくじはネットでも買えます、ネットの場合はちょっと景品はつけれないんですけど、当たり率とかが上がるのでよかったらネットの方でも余ってます、うん、なるほどね、チェキフィルムを買いに行かなきゃいけないチェキフィルムこんばんは、なんか自分がもう汗だくすぎて嫌になってきた、そう明日の特賞はこれとヤモリなんで、メンバーシップの動画でね、私がヤモリを永遠に撮り続ける動画を上げたんだけど、かわいいでしょ、かき氷は何味、いちごだよ、わっ
あぶね。熱いマジで。これはペン。これはペンってわからない。これはペンですじゃん。こういうのも当たったりとか。そろそろランド。うん。バイバイゆうくん。この洋服は食べるのすきーさんの新作です。なんだっけ。フラヒワ、え、じゃひらふわ、え、フラ、え、ひらふわふわ、ひらふわ、ひらふわ。北海道涼しいのいいな。うらやましい。あっちそけろぜベイベー。もう嫌になってきた。真っ赤だか。This is a pen。マリピ、犬にめっちゃありがとう。今日はね、アイドルを見てきたんだけど、なぜハッシュタグアイドルなぜ可愛いだよね。本当にマジ本当に泣きそうになったもん。そうワンピースこれめっちゃいいです。本当に軽いし着やすいし、アメちゃんがもうでかくて嫌い。これとジャパンの服いつも違った感じになってた。コラボ楽しい。嬉しい。そうなんだよね、いつもと違う感じだけど、なんかほんと可愛くて私も楽しかったです。ゴールドジャパンさんの生配信。クロワンピースまた出たいです。クロワンピース可愛い、ありがとう。でもコラボもあなたもアイドルですよ。まあまあそうなんだけどさ、やっぱね地上はねパネイマジでもう目立ってきて、もううるうるうるした。私は NMB48 さんが好きなんですけど、推し面はあの石田ゆみさんなんですけども、あのね、まあ、石田ゆみさんがその私が帰ってきてる間に出てるあの公演がなくて、であの、まあ、今回 NMB2のチームがあって全部新公演になって、で瀬取り的にもう私がもう湧くのが、まあ、M かなと思ってて、で一応 N を最初に入ってで B2 も入ってこの間で、今回そのちょうどいいあれが M で、で M 当たらんかなと思ってたら、なんか遠方のお客様歓迎みたいな日で当たって、前から2列目。マジやばい。推し面いないからさ、なんか推し面いない方がなんかちゃんとステージングを見れる気がする。なんか推し面がいるともう推し面にしか目がいかないから、まあ、つかもう N の時なんてもう推し面しか見てないからね、もう推し面推し面みたいな。あの石田ゆうさんね可愛いんですよ、大好き本当に。恥ずかしいな、やめよう。うん、でもだから全部の公演見たいからやっぱり、でもこのタイミングでね M 公演を見たんですけど、やばい。1曲目がね AKB48 さんのリセットって曲で、涙ちょっと切れるかと思った。私摩天楼の距離っていう曲がめっちゃ好きなんですけど、それも聴けてふわーって感じ。あと逆転王子様も良かったね。ただの48オータなんですよね私。うん、まばいよね。もう48の話した瞬間もう誰もコメントしてくれなくなったよ。やめようかな配信も。マイワールド炸裂しすぎてるわ今。でもライブとしては今日、でもなんかもう全体図2列目で、2列目ってちょっと低いんだよね、あの NMB の劇場って。 AKB の劇場もよく行かないけど、まあ結構平坦なんだけど、NMB の劇場って結構ちょっとステージ高いから、ね何列目からかね高くなるんだけど、もう2列目って結構メンバーが下につく振りの時とかぐらいしか目が合わないの直線上で、だから全然目合わないから、もうなんかなんていうの、もうすごいあのお高しそう親近感、もうこのままくんか、うん、いやよかったな。あとシーズゴーンも好きだからね、ちょっと本当なんだ48はたまらんですよ。うん、
ありがとう、みんな私を見れて幸せとか言ってくれて、私ももっと頑張ろうって思った。でもなんかこう自分がオタクをしてると、ほんと社会勉強というか、なんかあ、こういう時にファンの人はこう思うんだとかすごい思うから、勉強だなって、うん、思うし、なんか衣装とか見て、あ、こういう衣装とかいいなとか考えちゃったです。アイドル最高。なんかなんでやねんアイドルっていう曲があるんですけど、最後にアイドル最高って言うんですよあ、アイドルを見た日のオタクってやばいな。結構誰よりも希少オタクだから、オタクしてる時が一番希少いって言われるぐらい希少いから、なんかミックスしないと変な気持ちになってくる。お嬢さん、犬にこんばんは、こんばんは。もうなんか聞いててなんかあーみたいになるわけよ。でももう今もうみんなこうだから、あ、そっかそっかみたいな。あ、パン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 か。ってやってたいや、ほんといつかコールが解禁される日が待ち遠しいですね。あと45分でやめよう、あと3分半ぐらい。あと君のことが好きだからの、あの関西弁バージョンも良かったですね。君の男が好きやねと、録音の持ち込みとかはさすがにダメなのかな。あーウォーみたいな、絶対ダメだね絶対ダメだね。でもなんか AKB の、 あのシアターの SE はあの、あーよっしゃ行くぞーみたいな、あの SE ね、タイガーオーバーチュアーか、タイガーファイヤーっていうのが入ってる、あのトラヒーみたいなやつ、あのもともと声入りの音声の SE が流れてる。よっしゃ行くぞー、タイガーファイヤーって誰かが言ってる。サイバーファイバー、君のことが好きだから、そうあれがね、君のことが好きやねん、やった。熊いつもそばにおるよみたいな感じだった。大好きじゃなくてめっちゃ好きやった。あ、そう NMB はね4列目から上がるっぽい。この後メンバーシップの方でやる、ちょっとやる、ちょっとチェキ買いに行かなきゃいけないからあれだけど、ちょっとやりますね。コールしたいよね本当に。カリカリまだ食べてんだけど飴、全然ねまだちっちゃい小学館。パン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 ポケモンパン、フレッシュブレッド伊藤パン、松たこ松たか子、山崎春のパン祭り、合ってたフェスティブさんは48グループの曲で何が好き、決めれないよ、やめてよ。ワーニングじゃない？ワーニーワーニーワーニー。ねえ、でも決めれないかな。パーティーとか月見そうとかも好きだけど、コールなしでライブというか、またそうなんだよ。あってさ、パンポンポンポン、フレッシュブレッドイタパンマツカコ、マツカコ、今だけあるのパンマツイタよね。みんなが持ってる多分以上に、私多分アイドルめっちゃ好きだしめっちゃアイドルの映像ずっと見てるし、アイドルオタクだと思います。でもなんか自分がアイドルになってからすごく現場に行くのをやめたんですけど、でもなんだろう、あの、まあ、ある日を境にですね吹っ切れてしまいまして、俺はもう精神誠意、私はもう好きだってことを出していこうっていうことを言ってるの。私とかも石田由美さんを布教してるので、石田由美さん皆さんよろしくお願いします
可愛いんですよ。ときめくよね。やべ、ACM その劇場公演みたい。もう次からもう絶対。でも私さ、分かんないんだよね。自分がこの日帰るって決めて、後から予定が発表されるからさ、分かんないんだよ。どっちもどれといるのやつかね。アイドル話しましょう。気をつけてる早川さんは C のものですか。そうです。アーニングとか月見草とか昔の曲知ってるの。だからそもそも NMB がやってたから10年以上前。おお、いいですね。私もね最近よく行ってます。いや、アイドルでもオタクでもいるよ。ワーニワーニワーニー、そう好きなんですよ。でも今一番聴いて楽しいのは夏が行っちゃったかな。まあ全部誰かのために公演なんですけど、はい、ということでありがとうございました。皆さんちょっともうボロボロで今日一日ねちょっと動いててボロボロなんですけども、楽しかったです。誰でもとかしていいと思います。ゆうちゃんとかでも来たいのでも負けます。私はもうただのもう泥棒だからね。もうアイドルが好きっていう根本があってあれなんですけど、じゃあバイバイ。ちょっとメンバーシップでやります。バイバイ、バイバイ、はい、そう今もう終わります。メンバーシップで会いましょう。今からバイバイ。かき氷美味しかったです。ごちそうさまでした。かき氷があったから配信したから、かき氷に感謝だね。バイバイ。